D、e、型エンジンは、1988年1月から2021年4月まで、ホンダ技研工業で製造されていた、軽自動車及び初代インサイト用の直列3気筒ガソリンエンジンである。直列2気筒、A 型の後継エンジンとして登場した。D 型エンジンを小さくしたような構造を持ち、初代トゥデイに、初めて搭載された際は、ハイパー12バルブエンジンと呼ばれていた。Q 排気バルブを2個ずつ設け、タイミングベルトで駆動されるカムシャフトにより、ロッカーアームを開始開閉される。点火プラグは燃焼室の天井中央部に取り付けられているが、カムシャフトを避けるために上側を吸気バルブ側に傾けている。3連シリンダーボアのアルミダイカスト製、シリンダーブロック採用に加え、カムカバーやオイルパンもアルミ製のものが使われた。キャブレター仕様と、 PGM5 仕様の2種類が設定され、キャブレター仕様には空燃費をより精密に制御するための二次エアが導入されている。PGM5 仕様はインテークマニホールドの各気筒のポートにインジェクターが取り付けられたマルチポイント式ではあるが、コスト削減のために同時噴射方式が用いられた。排気ガス浄化は三元触媒により行われている。 なお、当初は排出ガス規制値の関係で当初、乗用車にのみ装着されていたが、その後の法改正に伴い商用車にも適用が拡大されていった。な、エンジンでの高出力化を実現するために、大容量吸気チャンバー下流の各気筒のインマニに独立したスロットルバルブを設けている。空燃比をスロットル回路とエンジン回転数により制御し、 鋭いスロットルレスポンスを実現し、アイドリング時は、インマニフ圧とエンジン回転数により制御に切り替え、高いアイドル安定性を両立している。燃料噴射は、シーケンシャル噴射方式を採用している。ビートに搭載された仕様では、駅に大気圧センサーを内蔵しており、シータ THNE 制御時においても、空気密度に合わせた噴射量調整を可能にしている。 1998年10月の軽自動車規格改定に合わせ環境性能の向上と低燃費を目標に改良が行われた。圧縮比の最適化やダイレクトイグニッションの採用等により燃焼の改善を図りエンジン直後に装着された三元触媒の高性能化に合わせて空燃比制御の速度及び精度を向上させた。燃費性能については 蒸気燃焼改善のほか、ローラーフォロワー型ロッカーアーム採用等によるフリクションロスの低減や、ノッキング制御採用による低回転トルクの向上により対応された。S 型ホンダ発のハイブリッドカーである、インサイト用に開発され、アシスト用薄型 DC、ブラシレスモーターをトランスミッションとの間に装着するために1.0リットルの排気量であるが、3気筒とし、 シリンダーブロックの薄肉スリーブ構造やカムシャフトの駆動をタイミングチェーンにするなどによりコンパクト化を図った。ビテック E をベースにビテック切り替えピンをローラーと同軸にしたローラーフォローは型ロッカーアームや旧排気ロッカーアームのロッカーシャフトを一本化する等によりバルブハサミ角を30度に制膜し強いスワールを発生させ常用回転域でのリーンバーンを可能にした。 リーンバーンに対応した NOX 吸着型排気触媒の採用に加えてエキゾーストマニホールドをなくしシリンダーヘッド内で隣り合う排気ポートを集合させ排出ガスの熱損失を低減し冷感時でも早期から排気触媒の活性化を可能にしたその他クランク軸をシリンダー軸からオフセットさせる等の摩擦低減やインテークマニホールドやヘッドカバーの樹脂化や オイルパンのマグネシウム合金化による軽量化が行われた。キャブレターハット JVX に搭載され1997年の東京モーターショーに参考出品された際には直噴エンジンだったが量産時には採用されなかった。ありがとうございます。